皆さん、こんにちは。ワンダルビビジです。では、今回は、信長内房大師パーキット。多藤清正プレイ、続けていきたいと思います。で関ヶ原の合戦の後、大きく勢力を伸長させている、徳川家康。これから、豊臣家を守ろうというコンセプトでプレイしてるんですけども、いざ、大阪、秀頼のもとへ馳せ参上としてもですね、なかなか九州からだと、をたどり着けなくてですね、未だに四国で、足止めを食らっているという状態です。ただ、土佐の約半分ぐらいを手中に収めましたので、まあ、もう少しで大阪にたどり着けるかな、というところまではやってきています。まあ、ただ、その間にも豊臣家がね、どんどん追い詰められているという状態ですので、もう一刻の猶予もないというのが現状です。なんとかね、四国だけでもいいので、豊臣という家を残そう、守ろうと。まあそういう中なんですが、島津が強いんですよね。まずは今回、この島津をまたね、叩いておこうというところでプレイをしていきます。早速、島津に対して鉄槌を下すために、軍勢を派遣していきましょう。はい。小西を攻め立てていた島津軍、島津義弘に対して清正軍2万6000で攻撃を仕掛けます。まあ、ヨシヒロを打ち取るぐらいのね、戦いをしていければいいかなと思います。まあ、島津軍はですね、小西の城を長らく攻めていたことによって、だいぶ兵力消耗している様子があるので、まあ、ここはですね、もう、全軍突撃で一気に蹴りをつけようと。まあ、そういう流れをね、演出していきたいと思います。では、開戦していきまーす。まあ、宿敵小西を救うというのと、合わせてですね、まあ、なんといっても、しますよね。大ダメージ与えておきたいというところありますからね。では、早速ですけども、全軍突撃していきます。やりたい前へ。さらに、本陣切り込みも行います。島津軍をね、ここで圧倒しておきたいというところです。完勝ですね。まあ、軍の数が全然違ったので、ここはね、当然の結果かなというふうには思っています。さあ、島津軍との第2回戦ですね。また、宇土城相手に義弘です。今回は義弘軍2万ということで、まあ、前回のような圧勝というわけにはいかないのかなと思ってますので、まあ、しっかり戦いましょう。さあ、こちらの方がですね、軍事力は多いんですけども、まあ、言っても島津軍強力なので、まあ、しっかりとですね、罠を張り巡らしていきたいと思います。まあ、戦場は決して大きいとは言えないですね。これを見るとね。さあ、こんな感じにしました。鉄砲ビズのところにですね、本体を置いてあります。まあ、長政だったり、立花だったりっていうね、強力な部隊を置いて、別動隊の前には泥沼を置いてですね、別動隊本体に合流させるという作戦です。では、時間を進めまーす。まあ、ここできればね、干渉っていう形にしたいですからね。本体と合流を急ぎまーす。ご命令を始め。さあ、ようやく合戦動きましたね。ご命令を始めるぞ。ずっと探り合いが続いていたんですけども、ようやくここで動きがありました。
まずは確実にですね、敵を鉄砲水の元に引き入れましょう。やりたい。前へ。手を打ちましょう。鉄砲水、溜まりましたね。ちょっともうちょっと、多くの部隊を巻き込みたかったんですけど、まあ、これはしょうがないかな。そしたらしっかり川の対岸で敵を迎え撃ちます。誤解させないぞというとこね。しっかり川のところで敵を迎え撃ってるので、今のところ全体的に有利な戦いが進められてるかなという印象はありますね。清正ももうちょっと前に出しましょう。また鎮西を覚悟します。鎮西っていうのは、まあ、いわゆる九州なんですね。さあ、それでは全軍突撃します。敵が引くのに合わせて今度はこちらは押していくという形ですね。これで一気に敵を壊滅させていきましょう。はい、虫ヘロ隊を撃破しました。まあ、しっかり川の対岸で敵を迎え撃つことができたのが、まあ、勝利の要因っていうのと、まあ、あと兵力をしっかり用意できたというのも大きいですね。我が部、天下に示す。では、島津を削っておきます。島津との戦いの間に、豊臣秀頼公が、まあ、さらに追い詰められてですね、もう四国に城を一つ持つだけと、しかもそれも今や、徳川に攻め立てられて危ういと、まあそういう状況になっています。まあ、これをなんとかね、救いたいなというのはあるんですけども、まあ、そのためにもですね、まあ、島津を早く蹴りつける必要があるかなというふうに思ってます。ではその島津に対して、再び戦線を布告します。これでもう決着つけましょう。そして急ぎね、正常作戦を行っていく必要があるかなと思います。正常じゃないですね。東上かな。東に登っていきましょう。では出陣でーす。まずは義弘軍と一戦交えて大ダメージを与えたいですよね。家康がいよいよ豊臣を滅ぼしにかかってますが、まさに今島津との決戦中なんで、これ秀頼を守るためにはもっと早く正常、大阪に機内方面に向かう必要がありますね。ちょっとこのままだと苦しいのかなっていうのが、まあ現実的なところで秀頼がやられそうですね。さらにここで超速かけた。手を貸してやろう。我が領内に敵が迫っております。今島津出兵のために兵を使ってしまってるので、なかなかちょっとこの超速壁隊と相対する余裕がないというのが現実的なところですね。まあ、ただ今は島津を撃破するのを優先しましょう。超速壁とはなんとか講和を結べたらいいなというところですね。で、家康軍はしかも毛利勝長は徳川方に組みしてるんだな。合計5万。これでは秀頼はたまったもんじゃないな。残念ながら豊臣を守り参らせようというコンセプトプレイだったんですけども、秀頼を守りきれませんでしたね。いや、相当にやっぱり急いで、機内に向かったつもりだったんですけど、それでも全然間に合わなかったですね。はい。島津は滅ぼしました。まあ、本当にもう、1年早ければ、豊臣をね、守れたかなとは思いますが、まあ、残念な結果でしたね。武将は全員登用します。まあ、強い強い島津の武将を根こそぎ、手に入れられたというのは大きいですよね。さあ、毛利から家康を討てとの激文ですね。まあ、豊臣が滅んでしまいましたけども、ここは家康を倒さないと
終われないですよね。毛利の反家康連合に入りましょう。はい。残念ながら豊臣は滅んでしまいましたが、まあ、島津を滅ぼしたことによってですね、まあ、本当にまさしく九州のほぼ全土を手に入れたという形になったので、兵力はだいぶ増強できたのかなというふうに思います。では今回はここまでにさせていただきたいと思います。